いいじゃん。昨日も2時間くらい配信したから最近長めだね。最近って言っても昨日からだけどさ。そろそろ晩ご飯、今何時だ、今何時ですか。こんばんは、ひとまる、こんばんは。7時か、確かに少々ご飯の時間だね。確かに。みんなありがとう、時間教えてくれてありがとう。サイゼリアテイクアウトしてきた。いいな、サイゼリア食べたい、久々に。お腹減った、お腹減った、朝から食べてないの、アイスしか。お家にこもってアニメと映画とひなの見てます。やった、ひなの入ってる。ラッキー、ラッキー。今日ピザ食べた、今日ピザだった気がする。今日家、イエー、思い出した、嬉しい。今日食べなくてよかった、よかった。これ以上痩せちゃダメだ。いや、イナの目標があるんですよ。目標まであと3キロ頑張る。そう、163センチ、163センチで頑張ります。まあ、体重は公表しないけどね。でもなんか最近本当に食べない時期あったんですよ。一回本当に食べなくて、なんか食べなくなって、でそれで3キロとか痩せたんですよ。そしたら、でそれの後にちょっと食べるようになっちゃったの、ちょっとだけね。なんかもう本当に食べたいと思ったから食べたんだけど、そしたら太らなくなった、逆に、その体重から。でも昨日ポップコーンも食べちゃったし、今日アイス食べちゃったから、ちょっと今日ピザ食べたらもう一回頑張ります。体重はリンゴ何個分？ 3個分です。2にしたい、2。1月から15キロ、やばくないんだって。今4月でしょ、めちゃめちゃすごいね。何したの、何したらそうなったの。本当に今肌の調子はね、良くないけど、うん、頑張ろう。大事なのは重さじゃなくて体型。え、でもお腹も細くなったの、本当に。前見せたけど、前見せたから見せません。前見せたけどね、本当に細くなったの。細くなったでしょ、みんな。どう？それ見たわ、見たでしょ、どうだった、細くなったでしょ、細かったよ、でしょ、細くなったんです。だって今日パーカーだからね、見せれないよ、パーカーだから見えないでしょ。僕は見てません、残念。押しましても良いですか、嬉しい。ひなのも仲間に入れてください。えなまるには勝てん。えなまるには勝てないね、強いからね。細いよね、あの人。鉄のの衣装も自信持ってきますね。そうね、鉄のの衣装お腹出るしね。ひなのは出ないけど、あくび出てきた。ふう、推し変してよかったっす。ひなのに？ひなのにかな？あくび映った？あくびって映るよね、なんかわかる。早く会いたい。なのもみんなに会ってなさすぎるんじゃない？ちょっとどういうこと？どういうこと？
ですか。握手会の時へそ出しだった。そう、いつだろう、いつだろういつだろう、夏だな。でも絶対夏だと思う。名前で呼んでみよまるにザーメンぶっかけたい何それ、ザーメンって何、ザーメンって何。前髪が、ありがとう。うん、腹減ったな、腹減った。みんなは何食べたいですか。そう、ピザお腹減った。油物？ペコパはお笑い芸人ペコパはお笑い芸人です。アヒージョ？アヒージョ聞いたことある。今天ぷら食べながら見てる。ありがとう。じゃあ7000人行ったらやめようかなさっき2000人増えてるけどありがとう、みんな見に来てくれて。シャトーブリアン食べてみたい。みんなありがとう、たくさん見に来てくれて。さっき5000人でやめるって言ってたのに、ほんとそれやめるって言ってたのにね。ありがとね、楽しかった。今日ほんとにいつも楽しいけどさ、今日はなんかいっぱい喋ったなって思いました。元気もらえた？ほんと？よかった、楽しかったよ、ありがとう。いろいろ話してくれてありがとう。こちらこそ楽しかった、久しぶりに来てよかった。ありがとう、久しぶりに来てくれてありがとう、本当にありがとう、幸せ、ありがとう、 Thank you。 ナピオちゃん再握手再開したらまた行きたくなって、本当？待ってる、ありがとうね、海市バイバイ、楽しかった。そう、次のショールームで会いましょう。いつやるかは言いませんうん、じゃあそろそろランキング読もうかな。うん、13位山椒ひなのしか、ありがとう、また見に来てね、ありがとう山椒、ありがとうね。唐草、これからも全力で応援、ありがとう、また会いに来てね、ありがとう唐草、ありがとうね。いっくん、今日はいい話ばかりで感動しました。いっぱい語りましたね今日珍しく語彙力ないですが、最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうね、いっくん。
ひろ、ひろもありがとう。また遊びに来てね。ありがとね。楽しかった。ありがとう、ひろ。マスさん52番、今夜ひなのに会いたいから星空を眺めます。じゃあ黄昏れてる。ありがとう。今日天気も良かったと思うのでね、今日星も見えるかもね。ひなのもちょっと覗いてみようと思います。ありがとう、マスさん52番、ありがとうね。きょうちゃん、ひなの好き、ツインテール可愛すぎて、あー、ありがとう。そう、昨日ツインテールしたんですよ。ちょっと珍しく久々で、また新しい髪の毛とか挑戦したらまたみんなに見せれるようにしときますので、また楽しみにしててくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとうね、きょうちゃん、ありがとう。ママさんもありがとうございます。次ね、いつ会えるか分かりませんが、こうやってね、またショールームするので、また遊びに来てください。ありがとう、ありがとうね、ママさん、ありがとう。チキン工事、ひなのちゃんのツイッターの返しが面白い。ツイッターね、ツイッターとか結構リプ編とかしたりしてるので、ぜひ、ちょっとみんなには返せないのがちょっと申し訳ないんですけど、結構返したりしているので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。ツイッターやってるので、ぜひチェックしてみてください。ありがとう、チキン工事、ありがとね。虫男、ひなのに出会えてよかった。まあ、こちらこそ、ひなのもみんなに会えてよかったです。楽しかったし、今も楽しいです。ありがとう、虫男。またね。ありがとう。そうくん、また電話出演も楽しみにしてるね。そう、ひなの結構、きみちゃんのとことかにね、電話で出演したりしているので、ぜひそちらの方もチェックしてくださると嬉しいです。ありがとう。またね。ありがとね。なおまるもありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。そしてね、楽しんでもらえたらよかった、楽しんでもらえてたらいいなって思います。また遊びに来てください。ありがとう、なおまる、ありがとうね。にっしーもありがとう。でもね、次本当にいつあるか分かんないし、握手会もいつあるか分かんないし、これからどうなるかも分かりませんがね、これからも今を乗り越えてみんな力を合わせて頑張りましょうね。西ありがとう、ありがとね。シロさんもありがとうございます。またぜひ公演とか再開したら遊びに来てください。そして握手会とかもね、いつになるか分かんないですけど、ひなのもなまらないようにちょっとダンスとかしときますので、ちょっとダンスの配信とかはできないんですけど、でもまたショールームするので遊びに来てください。そして見に来てくださったね、7257人の方も本当にありがとうございました。みんなありがとね。荻原敦史、行くね、来てね、ありがとう。ひげの高弘、またねバイバーイ。ありがとう、みんな楽しかったやん。秀吉、ありがとう。キムチン、ありがとね。無理せず頑張ってください。ラブユーも頑張ってね。リジエかな、ありがとう、いつも来てくれて、ありがとね。クライフ、ひなちゃん、ありがとね。こちらこそありがとね。スカオペ、またねひげの高弘、ゆっくり休んでね、ありがとう。沖縄くん大好き、ありがとう。ありがとね。バイバイ。名古屋40代男児、会えてよかった。こちらこそありがとう。伊勢丹、今日みのちゃんが尊かった。ありがとう、ありがとね、みんな。おやすみ。カモミール、バイバイ。ツボいいかな、またね。じゃあね、オースティ、また。バイバイ、みんな。